キャプテンの長谷部を先頭に今エカテリンブルクアリーナのピッチに日本代表が姿を現しました。 2018FIFA ワールドカップ1次リーググループ H 第2戦初戦勝利の日本、連勝を目指して第2戦セネガル戦です。日本は初戦と同じメンバーで今日臨みます。今場内でカウントダウンが始まりました。2018FIFA ワールドカップロシアグループ H 連勝を狙う日本の第2戦が始まりました。リスクも考えれば少し間合い取って勝負っていうところはやってるんですけど、それでもやっぱ早いですね。そしてまた右から大外からサイドバックワゲが上がって早く上げる。ではまたセネガルだ、シュート来た、決まりました。セネガル先制。こぼれ球押し込まれて前半の11分から12分、いやー日本が早い時間帯いい形で入っているという中で先制を許してしまいました。僕はもうパスワークだと思います、はい、つなぐところをつなげれば相手はついてこないし、そこでのズレっていうのは必ずできるんで、まあ、そこ攻撃の部分でいうともう少しリズムよく僕は回した方がいいかなっていう感じしますね。日本助かりました。しかしまたセカンドボールはセネガル、ワゲ早く入れる、シュート、川島です。香川までは行きません。いや強い、こういうの柴崎のディフェンス、ディフェンス倒れてここでファウルです。いや行かせまいという柴崎の思いは非常に伝わってきましたが、最後よく対応しましたねこれ。さあ33分経過です。長友まだある、お行け、乾乾シュート、よっしゃ決まりました。同点ゴール、乾前半34分、一戦わずかなチャンスを見逃しませんでした。取れなかった後っていう対応がね、どれだけできるかと、そこはディフェンスライン含めて非常に今はうまくいってる方だと思いますね。また塗り合いへ、パプアリオンからニアンが行く、川島よく出ていました。ここは川島がよく出ていました、まあ、これはセネガルの狙いの一つですけれども ね、 そうですね。今画面では日本の19歳以下代表久保建英選手の表情も捉えました。駆け引きをしています両チーム。その奥に来た、ラインが上がってオフサイドないか、危ないボールでした。いや遅れてオフサイドフラッグ上がっています。もうこれやらないといけないですから。そうですよね、当時も負けん気強いですからね。こういうところでは面白いですよ。そしてここで前半終了です。1対1の同点で折り返して、両チームのサポーターからは大きな拍手も送られています。1対1、セネガル先制、日本追いついたという前半でした。サイドで走り合いが続いた長友、ディフェンスラインをまとめた吉田、大迫に決勝ゴールはあるか。あの位置で前を向けると非常にチャンスになりますね。はい、大迫が取られない。狙われてますよね。香川、長友、ファーサイド手を挙げる原口、その原口に出る、落とす、大迫フリーヘディング、ゴールキーパーです。ちょっとあの浮いたボールで福西さん叩くの難しかったですか。いや難しいですね、まあ、狙いとしてはね本当に距離感を、シュートした、距離感がいいときは本当にリズムよく回るので、これをどんどん続けて、それはその選手がやっぱトップ下というかね、とそういう形で前に出てますね。ニアン、ヘディングはさせません。柴崎、いやー腰が危ない、ね、マネがいる、まだある、シュート、パプアリウンのディアイエ、この人がトップ下にポジションが変わりました。長友跳ね返す、ファウルはない、もう一度シュートきた、長谷部の顔に手が当たりましたよ、
ちょっと今起き上がることができません。川島一旦切りました。ちょっと長谷部がどうでしょう、福井さん、これ出血してますかね。そうですね、そして今長谷部もピッチに戻りました。止まりきってないみたいですね。いやそうですね。あ、日本取った。原口柴崎、大迫、いやー打てませんでした。いやー決定的な形でした。いい展開でしたね。決定的なボールを柴崎が中央に送って、大迫いいポジション取りをしてクロスに入ったんですけど、いいですね、2人で囲ってボールを取る。そして大迫オフサイドはチャンスですよ。ありません。原口が言ってます。浦和イヌイだ、クロスだ。これも惜しい攻撃でした。もう常に大迫を狙っている。そしてその後のイヌイの最高ですね、これ、うん、8番のクヤテが入ります。怖いですよね、リスクを負ってまで行く場面ではないと思いますから、あまり前にかかりすぎてはチーム全体はいけないということですね、はい、チーム全体バランスを崩してまで行くことはないと思いますよ、はい、これは早く変わって入ったクヤテ、この人の持ち味ですよね。でここからカウンターが始まる。早い、倒れて乾はカードが出ます、イエローカード。乾の移籍1枚目。もう一度ゲイエからマネ、裏に入ってくるサイドバック、12番サバリ、中に入れた、1人フリーだ、危ない、決まった。後半26分、左サイドバックサバリから逆サイドバックを上げ、サイドからサイドを使われてしまいました。香川に代わって本田、さらに酒井宏樹も上がっている。近いサイドこぼれている、大迫ハンドか、ハンドアピールする、いやハンドはありません。原口に代わって岡崎が入ります。縦に入れる岡崎、大迫まだマイボールです。本田がいる、岡崎がいる、入ってくる、岡崎が裏空いている、乾折り返してシュート、本田同点。後半33分、日本再び同点に打ち来ました。代わって入った2人が絡んだ、そして本田3大会連続ゴール。岡崎、はい、ですね、岡崎。同じセントラルミッドフィールダー、11番のヌドイエ、そしてこのベテランデュークが入ります。宇佐美ワールドカップ初登場。アディショナルタイムは4分です。さあ最後の集中、折り返す、オフサイドはありませんが、シュートはゴールキック、そしてここで試合終了。日本とセネガルは2対2、勝ち点1を両チーム取るという結果になりました。